こんにちは。ロジック系プリウスに乗っていて、最近新たに気づいたことや確認できたことが6項目ほどあります。このような新たな発見は、プリウスならではのものもあり、この車に乗ることをますます楽しくさせてくれます。今日はこのことについてお話ししたいと思いますが、項目が少々多いので、ダイジェストでご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。お話しする内容は次の6項目です。このような内容で進めてまいりますので、よろしくお付き合いください。Thank you.
従来のルームミラーと電子ミラーの見えるエリアの比較です。下に見えているエリアを上の画像で表すと、黄色で囲ったエリアになります。電子ミラーの場合は非常に広いエリアが見えていることがわかります。しかも後部座席の中央に人を乗せても、ラゲッジに荷物を高く積んでも、見えるエリアは変わりません。これは電子ミラーの大きなメリットだと言えます。車庫入りをする時のバックカメラの映像です。バックの時に自転車が横切っていくところが早い段階で見えるようになったので、ブレーキをかけることができました。この映像はドライブレコーダーの映像なので反転していませんが、実際の電子ミラーには鏡のように左右反転した映像が映ります。夜4車線の道で左カーブの後、右へ車線変更します。この時バックミラーでは後ろの車が見えにくくなります。今度は下のバックカメラの映像と一緒に見てください。右側車線の後方に車がいないことがよくわかります。しかも夜間ですが、肉眼よりよく見えることがわかります。安心して車線変更ができます。2レーン左に車線変更する映像です。車が斜め前に進むので、左後方の車がバックミラーでは確認できません。ここはよく通る道ですが、運転をしていて私が一番嫌だなと思っている道路です。今度はバックカメラの映像と合わせてみてください。ここでも電子ミラーがあると、左後方の車の状況がよく見えるので、楽に車線変更ができます。まず電話のかけ方は全部で5通りほどありますが、最初はハンドルから両手を離すことなく音声だけで電話をかける方法をご紹介します。その際にステアリングスイッチを使いますので、最初にこれを説明しておきます。車によってスイッチの場所や配置が違いますが、イラストがついていますのですぐにわかると思います。 50K プリウスの場合はこのように左から電話オンスイッチ、電話オフスイッチ、トークスイッチが配置されています。この3つのスイッチを使いますので覚えておいてください。それでは音声入力で山田太郎さんに電話をかけてみます。ピッと鳴る。
話しください。詳細な説明が必要な場合はヘルプとお話しください。電話帳でかける。電話帳でかける。電話帳に登録されている名称をお話しください。山田太郎。山田太郎。発信とお話しください。発信。発信。山田太郎の名はスマホの電話帳に登録している氏名の読み仮名です。スマホの電話帳に読み仮名が記入されていなければこの機能は使えませんので注意してください。この方法は前方を向いたままで両手をハンドルから離すことなく電話発信できる唯一の方法です。走行中に電話をかける場合は必ずこの方法でかけるようにしましょう。電話に出るときにはステアリングスイッチの電話オンスイッチを押します。はい、どうもありがとう。はい。予期しないときに電話がかかってくるとびっくりすることがありますが操作は非常に簡単です。2番目は目的地が公共施設や店舗などでそこの正式名称を知らない場合です。これは初めて行くところでも全て音声操作で行えますから走行中でもハンズフリーで検索できます。例えば近くの JR の〇〇駅に行きたいとか〇〇駅近辺のイタリア料理店に行きたいとか洋菓子店シャトレーゼのようなチェーン店に行きたいといったような場合に使います。この場合はトークスイッチを長く押してから〇〇駅近辺のイタリアンとか近くのシャトレーゼのように音声入力で検索できます。近くのラーメン屋に行きたい場合はラーメンが食べたいだけでも大丈夫です。エージェントを呼び出します。実際にやってみます。ピッとなったらお話しください。近鉄古市駅近辺のイタリアンで検索します。古市駅近辺のイタリアン。古市駅周辺のイタリアンをお調べしました。古市駅から近い順に表示します。1番目マイティーズキッチン&カフェベビーリーフ。2番目ラミーカ。3番目スプラウトリーゴ土屋。多くのイタリアンが検索されましたが4番目2番目のラミーカを選んで目的地セットします。2番ラミーカです。こちらでよろしい場合は目的地セットとお話しください。目的地セット。リーフ。2番目ラミーカ。3番目スプラウトリーを。駐車場があるかどうかとかテイクアウトできるかどうかなどの確認をしたい場合は検索の条件を追加して調べるのではなくて最初の検索でここの情報にタッチして電話で直接確認するかあるいは Google マップなどで確認した方がいいと思います。イタリア家庭料理のお店。目的地に設定する場合は目的地セットとラミーカに電話をかけますか。今録音した音楽をハンズフリーで再生してみます。トークスイッチを短く押します。お待ちからお話しください。詳細な説明が必要な場合はヘルプとお話しください。アルバムで再生。アルバムで再生。アルバム名をお話しください。ケルト音楽。ケルト音楽。よろしければはいとお話しください。はい。はい。うまく録音できているようです。
SD レックにタッチして詳細を見てみます。もちろんこのように先送り後戻りもステアリングスイッチで操作できます。